こんにちは。こんにちは。今週の食育ニュースでーす。はい。今日はですね、はい、ゴーヤ、夏野菜ゴーヤの美味しい見分け方です。苦いゴーヤ。ゴーヤすごくビタミン C が豊富で夏バテ予防にいいと。で加熱してもそのビタミン C が壊れにくい。うん、ビタミン C って知ってる？加熱する火通すと死ぬんだよ。そうなの。そうだよ。そうなんですよ。じゃあ炒め物とかできないんですかね。普通はね。でもこのゴーヤとかはゴーヤのビタミン C は加熱しても壊れにくいビタミン C なので非常に摂取しやすい。美味しいゴーヤの見分け方なんですが、はい、でかいやつですね。でかいやつ、ひょろひょろのひょろひょろのちっちゃいやつよりもぷっくりぷっくりでかいやつがいいです。はい。であとはですね、表面がそれほど傷ついてないもの。ああ、そうです。この2点に注意して買い物しましょう。はい、はい。